ナショナルエアラインズ102便墜落事故とは2013年4月29日にアフガニスタンのバグラム空軍基地にてアメリカのナショナルエアラインズの貨物機が離陸直後に墜落した事故である。この事故で乗員7名全員が死亡した。付近を走行中の自動車のドライブレコーダーが偶然事故の瞬間を撮影しており動画共有サイトやニュースで公開された。 事故直後の墜落現場2013年4月29日、ナショナルエアラインズ102便は、フランスシャトールーの米軍基地から、アフガニスタンのバスティオン基地に飛び、そこでエンラッペを搭載し、ドバイへ向かう途中に、給油のために、首都カブール近郊のバグラム空軍基地へ立ち寄った。102便は、現地時間15時30分に、バグラム空軍基地の滑走路03から離陸した。 しかし、1200フィートほど上昇した時に機種が跳ね上がり、急激に失速した。機体は少し左にバンクした後、右に大きく傾いて、急降下し、機体が水平になったがそのまま、道路脇に墜落した。この事故により運行上無意に4名、エンジニア2名とロードマスター1名の合計7名、全員が死亡した。この事故は、NCR が起こした初めての事故でもある。 付近の道路を走行していた自動車のドライブレコーダーが偶然にも事故の瞬間を撮影しており、YouTube をはじめとする動画共有サイトで見ることができる。この映像は日本を含む各国のニュース番組で放送された。NTSB とアフガニスタン民間航空局が事故原因を調査した。事故発生当初は航空評論家の前、ネアカなどから貨物の一部が しっかり固定されていなかったため、離陸の際に動き、機体の重心がずれたため失速したという意見もあったが、NCR は2013年5月1日に搭載貨物はバステオン基地を出発する際に適切に搭載されていることをチェックしており、バグラムで追加搭載したものはなく、出発前に燃料を含めた重量及び重量バランス等、 搭載貨物の確認を再度行っていたと発表した。しかし、NCR がエンラッペの輸送を受け負ったのは、これが初めてであった。また、通常の貨物はパレットまたは航空貨物用コンテナに乗せられて、床下のレールについた近堤装置によって固定されるが、今回のような規格外のものは近堤装置が使用できないため、ナイロン製ラッシングベルトで肩バする方式が取られている。 ところが、バグラム到着後の確認作業で、貨物が5から6センチメートル動きラッシングベルト、数本が緩み、一部は破断していたことが、ボイスレコーダーの記録で判明した。離陸前に破断したラッシングベルトの交換と、補強のためのラッシングベルトの追加が行われていた。調査の過程で、クルーたちは、約20時間の連続勤務で疲れていたことが、 判明するが、事故調査官が前日の動画を発見したことから、クルーの疲労は、原因からは外された。102便のレコーダー類は墜落直後に、アメリカ軍によって回収され、ワシントン州の NTSB 本部に送られて、すぐに復元された。しかし、エプロン待機中の間の会話記録は残っていたが、レコーダーは離陸して、すぐに記録を停止していた。そのため、 電気系統の不具合の可能性が検証され、また目撃者の一人が機体のビブから煙のようなものが出ていたと証言したことから機内火災の可能性も検証された。しかし、どちらも原因には当てはまらなかった。そこで調査官たちが墜落時の動画を解析した結果、102便は主客の一部が収納されない状態で墜落したことが分かり、後にビブからの煙は 油圧パイプ破壊によって漏れ出して霧状になった油圧オイルと判明する。しかし、その後に行われたシミュレーションにおいて、重心の移動と油圧に系統の破断だけでは、通常の回復操作を行えば、墜落になり得なかったため、これは事故の状況と矛盾した。そこで、調査官が102便の油圧ジャッキの残骸に着目すると、そのジャッキに使用されていたネジ山付きの棒がまぶたつに、 折れているのが見つかった。油圧ジャッキの破損を条件に加えて再度シミュレーションを行ったところ、その結果は102便の状況に当てはまった。2013年6月2日に、NTSB は搭載されていた合計5台の円ラッペの固定が緩んだことが原因であると発表した。まず、貨物を固定していたラッシングベルトが破断した。貨物が後部圧力核壁を突き破り、 この時に4系統の油圧パイプのうちの2系統と水平尾翼の安定板を制御する油圧ジャッキを破壊した。さらに貨物の衝突によりフライトレコーダー類も電源ケーブル類が破断し脱落して機能を停止した。そして機体の後方に重心が移動したため急激に機種が跳ね上がり失速して墜落したと断定した。この時点では 貨物の固定が外れた原因などは調査中だった。その後の調査で、ラッシングベルトの本数が問題になった。ロードマスターは n c r の貨物取扱いマニュアルに従って、それぞれの車両に使用するラッシングベルトの本数を決定し、固いま示した。しかし、その取扱いマニュアルに記載されていた規定を同業他社とボーイング社に確認したところ、 ラッシングベルトの本数と角度が不適切なことが判明した。NCR はマニュアルに適切な角度を記載しておらず、ベルトの本数も必要数の半分以下しか使用していなかった。しかもロードマスターは何も教育されず、渡されたマニュアルに従って作業しただけに過ぎなかった。ありがとうございます。